どうも、龍造です。今回ですね、またコメントでいただいた内容に、返していくんですけど、僕の今までの、経歴みたいなやつを、紹介してほしいっていうことだったんですけど、今まで多分どういう練習をしてきて、どういうことをやってきたのかなっていう感じだと思うんですけど、それの紹介と、あと機材をですね、使ってる機材とか、紹介してほしいみたいなコメントもいただいたんで、そんなね、大した機材とか使ってないんですけど、ちょっと紹介していきたいと思います。で、こういう自己紹介動画みたいなやつってすごい恥ずかしいんで、僕あんまりちょっとやりづらいんで、ちょっと今日はもうすでにお酒入ってるんですけど、飲みながらやりますんで、ちょっと酔ってるんですけどね、そこはすいません、ご了承ください。で、まず経歴から話していくとですね、一番最初に弾いたギターはもうクラシックギターだったんですよね。アコギとかじゃなくてクラシックギター、ガットギターってやつですよね。で、なぜガットギターから始めたかっていうと、僕の父親がもともと、今もやってるんですけど、そのギターをすごい弾いてるんで、やっぱりゼロから始めるのって難しいんだよね。最初、その父親にちょっと教えてもらおうということで、始めたんですけど、やっぱりその父親はクラシックギターしかやってないから、クラシックギターしか教えてくれないんですよね。で、僕はそれがギターだと思ってたんで、クラシックギターをこう教えてもらって、教則本とかも、見ながら自分なりにいろいろ練習したんですけど、最初ですね、多分1年間ぐらいずっとクラシックギターやってましたね。で、どういう練習をしてたかですよね。どういう練習してたかっていうと、もうほとんど基礎練習で、もうね、曲とかは全然弾いてないです。こういう曲弾きたいんだなとかあったんですけど、父親からもう1年間ぐらいは、最初の1年間も曲を弾くなと言われてて、もう本当に僕は真面目だったんで、あ、そうなのかと。曲弾かずに、じゃあ基礎練習ずっとやろうということでね、その教則本に載ってる基礎練習みたいなのをひたすらやってたんですけど、どういうやつをやってたかっていうのはあんまり覚えてないんですけど、まずクロマチックはずっとやってました。こういうクロマチック、これいろんな弦でこう移動していったり、こう戻ったり、みたいなやつずっとやってましたね。で、クラシックギターのその基礎練習なんで、やっぱりメインとなるのは、アルペジオがやっぱり多かったと思います。なんかこう簡単な、C とか G7 みたいなコードで、こっちの練習しましょうみたいな。みたいなパターンとか逆のパターンもあって、なんかこうとりあえずいろんなパターンをアルペジオでやったりとか、でも始めたばっかりだったんで、もうこれすら難しいんですよね、この指弾きの感じとかが。で、1年間ぐらいはもう基礎練習を、こういう基礎練習、教則本にのっとってやっていきましたと。で、クラシックギターを1年間ぐらいやって、ちょっと基礎的なテクニック身につけましたってとこなんですけど、当時ですね、僕大学生とかだったんで、その時僕の中の、僕の友達の中でも流行ってたんですけど、ミスチルがすごい流行ってたんですよね。で、僕もすっごいドハマりしてミスチルに。で、ユズも流行ってたんで、ミスチルとかユズを弾きたいなって思うようになって、で、その1年間の基礎練習からやっと解放されましたよとなった時に、じゃあ曲弾きたいなとなって、で、ミスチルとかユズをとりあえず弾き語りしてたんですよ。で、そういうミスチルとかユズが好きな友達とかが集まって、僕がギター弾いてみんな歌ってもらって、で、僕も歌ったりとかいうのはずっとやってたんですよね。で、そこでクラシックギターの時はなかった、そのコードみたいな C とか G とか F とか、クラシックギターやってる人ってね、コード理論ってあんまりないんですよ。コードの概念がまずないんで、そのポップスをやる段階で僕はそこでコードを覚えました。 F で結構みんなつまずくと思うんですけど、僕はクラシックで基礎練習ずっとやってたんで、 F はね、全然つまずかなかったんですよ。割とスッとできたんで、そのミスチルとかユズとかいろいろコピーしていって、このストローク、だからもう当時はアルペジオとか全然やってないですね。もうピック持ってずっとジャカジャカやって、コードストロークと、いろんなコードを覚えましたっていう時期ですね。で、そこまでは、最初の1年間クラシックギターやって、大学生活だから、残り3年間ぐらいかな、そのアコギずっとやってたんですけど、で、僕ここからエレキに転向するんですよね。で、そのエレキに転向するのがやっぱりバンドを組んだ
っていうのがあって、でバンドを組んだのはその大学卒業してからなんですよね。それが初バンドで、そこで初めてバンドを組んだ時にやっぱりこのエレキじゃないとダメだなってなって、まあそこからエレキに持ち替えてエレキに入ったっていう感じですね。でエレキに持ち替えてからはですね、パンクバンドにハマって、当時あのパンクがすごい好きだったんですよね。またミスチルから一変して今度エルレガーデンとか、まあ、洋楽ももちろん聴いて、オフスプリングとか、ランシドとかめっちゃ聴いてた時期なんですよね。だからそっからもう聴く音楽がすっごいガラッと変わって、もうパンクばっかり聴くようになって、でエレキもですね、こう高く持って弾くとかエリアをもう膝下ぐらいにもギター持ってきて、こうずっとジャカジャカパワーコードを刻むみたいな感じだったんですけど、それがね意外に難しいんですよね。あれあのこれね大事なテクニックだと思うんですけど、パワーコードにしてもこう2本だけ押さえてこう2本だけ弾くんじゃなくて、他の周りの弦全部ミュートしてこう全部弾かないといけないんですよね。弾かないといけないってことないですけど、全部弾いた方がほら疾走感が出たりとか、あとこう2本だけ狙って弾くのってめんどくさいんで、もう全部弾いちゃうと。で今この状態で他の弦は、このパワーコードの2本の弦以外全部出てない状態なんですけど、まずこれでまずミュートを覚えたっていうことですよね。で初めてバンドを組んで、そのアンプの使い方も覚えたしみたいな、まあ、ミュートも覚えて、パフォーマンスも覚えましたね。なんかジャンプしたりとかしてたんで、頭振ったりとかやってたんで、結構ね僕の中で大事な時期でしたね。まあ、シャカラビッツとかよくコピーしてたんですよ。シャカラビはですね意外とね難しくてですね、あのすっごい早いカッティングみたいなの出てくるんですよ。こうみたいな感じのやつがねずっとこう続いたりとかするんで、でこの時にそのこのカッティングがめちゃめちゃ難しくて、ひたすら練習したのを覚えてますよね。この時期にでもカッティングとかも上手くなりました。でそれはあの大学卒業した時の話なんですけど、で大学中はですね、むしろあの僕高校大学でずっとスポーツをやってたんですけど、それ何をやってたか、まあ、よく聞かれるんですけど、僕はあのウエイトリフティングやってたんですよね。重量上げ、あのバーベル上げるやつなんですけど、だからあの引退した今も割と体格いい方なんですけど、結構そのその体格でそんなバーベル上げてたのみたいな感じでよく言われるんで、今回ねあの写真を何個か用意したんで、まずじゃあこんな感じですね、僕の現役時代で。全然もう若干面影があるのかな、うん、結構がっちりやってて結構な成績をね収めてたんですよ。でプライベートショットはこんな感じで、もう体格もかなり、うん、でかいですよね。で、大学卒業した後に初めてバンド組んで初めてライブやった時の写真がこれですね。もう全然あのちょっと、画質悪くて見にくいんですけど、ギタリストっぽくない感じなんですけど、で真ん中で歌ってる僕よりさらに、でかいやつは僕の弟で、この時にボーカルやってもらってたんですよというのもそのずっとそのスポーツやってたんで音楽仲間とか全然いないんですよね。で誰かボーカルいないかなってなった時に、弟にお前ちょっと歌ってくれよという感じで頼んでボーカル歌ってもらったと。ただねやっぱ体格めちゃめちゃいいんでね、声はめちゃめちゃでかかったですね、うん、めちゃめちゃでかいです声は、みたいなね思い出がありましたと。そんなに大学時代にそのめちゃめちゃがっつり練習したわけじゃなくて、でこの時はまだ全然僕そんなに弾けないんですよ。でまあいろんな事情があってそれを引退したんですよね。引退して24の時にこっち東京に出てきて、あ僕福岡出身なんですけど、福岡から東京に出てきて、で24から2年間専門学校に行ったんですよ。ちょっと本気で音楽やりたいなと思って時があって、それで東京に出てきて2年間本気でやって、その時期にすっごいまあ成長したっていう時期なんですけど、でこの時期に何を練習したかっていうのが、もうねアコギはですねもうほとんど触ってないんですよね。でエレキは何を練習してたかっていうと、まあ基礎練習はやっぱりよくやりますよね。で僕は結構基礎練習好きだったんで、スケール練習とかはもう結構頻繁にやって、あとはまあアドリブのソロもそうですし、アドリブソロ弾く練習で、僕が一番重要視してたのはやっぱバッキングですよね。
そのエレキの中で、エレキでバンドの中でどういうバッキングをするのかみたいなのはすごい研究したというか、まあ、練習してましたね。でこれがですね、意外とあのソロギターにつながってくるんですけど、まずそのスケール練習はなんかいろんなキーのスケール練習するんですけど、ドレミアソラシドとかも こういう順番じゃなくて、なんかいろんなスケールの練習方法があるんですけど、まあ、こういうスケールを練習したりとか、バッキングは特に大事でした。例えばなんかこうですね、じゃあなんかこう C F G C C F G C みたいなこうバッキングがこうメインで、で例えばピアノがこう弾いてるとすると、じゃあピアノがこういう伴奏してます、ドラムもいます、ベースがこう C F G C って弾いてますみたいな中で、じゃあバッキングはどういう、エレキのバッキングどういう感じで弾くかとかみたいなパターンを増やしていったりとか、何でもあるじゃないですか。 C だともう上の方で弾いちゃうとか、アルペジオとか、なんかリズム刻んだりとかみたいな感じとか、なんかいろいろあるんですよね。なんか6度の音程でハモったりとかみたいな感じで、こういろんな方法があるんですけど、こういうのをひたすら練習してたんですけど、これはもうソロギターでやっぱりすごい生きてきますよね。いろんなバッキングができるっていうのは大事ですね。でアドリブの練習とかもすごい役に立って、あのソロギターアレンジする上でやっぱりアドリブができるとすっごい 楽なんですよね。やっぱりこういう時にこういうフレーズ入れるとかもそうですし、あとはメロディーをすごいこう何ですか、棒引きじゃなくて表現できるようになる、ハンマリングとかスライドとかいろいろ使ったりとかもそうですし、その時に使うべきスケールとかもすぐ分かるしみたいな感じなんで、そこもすごく大事ですね。アコギはもう全く弾かなかったのかっていうと、まあそうでもなくて、結構ね、後々になってくるとだんだんその、まあ、仕事ももらえるようになってくるんですよね。その、まあ、サポートギターってやつですよね。そのレコーディングもそうでしたし、そのボーカルのバックで弾いたりとか、まあ、バンドの中でアコギで弾いたりとか、まあ、レコーディングでも、レコーディングでポップスだともう結構アコギかぶせるっていうすごく多いんで、まあ、その時のためにやっぱ多少アコギを練習したと。でそこでどういう練習したかっていうと、もうやっぱり単純にもうストロークですよね。でコードストロークもね、奥が深くて、そのドラムとすっごいいい感じで絡むようなストロークとか、歌い手さんが歌いやすいストロークとか、こうグルーブがすっごい出てるストロークとか、なんかいろいろあるわけですよ。そこら辺の追求もね、ただのストロークなんだけど奥が深いというかですね、そういうのをすごい練習してましたね。ストロークもアルペジオももちろんありました。あのボーカル一人とそのギター一本で、ちょっとバラードをしっとりちょっとギターで歌いたいなみたいなやつって結構多いんですよね。でその時ってすっごいシビアにバッキング しないといけないじゃないですか。まあミストーンはもちろんなるべく避けた方がいいんですけど、まあその歌い手さんがなるべくこう歌いやすいようにとか、その曲を表現できるようにっていうことで、全然ソロギターとかじゃないんですよ。イントロはソロギターでやったりとかするんですけど、もう歌のバッキングはもうほんとシンプルなアルペジオ。例えばもう何でもいいんですけど。みたいな感じ。みたいな感じのやつを、全然あの、これをコピーする分には難しくないじゃないですか。ただ、アルペジオ弾いてるだけなんで。ただ、これを歌い手さんがいかにこう歌いやすいとかいい感じで聴かせるためには、やっぱりすっごい神経を集中するというかね、音もきれいに出さないといけないですし、音色もそうだし、まあ音量調節、サビはちょっと大きくとか A メロは控えめにみたいなやつをすっごい意識して練習してたんですよ、やっぱり。でその時に指弾きはすっごい上手くなりましたね、アルペジオで。なんやかんやでその専門学校を卒業して、まあいろんな仕事がこう入りつつ、まあ、今に至るわけですけど、 YouTube 始めたきっかけっていうのが、もうとりあえずあの学校にいる間ってやっぱり先生とか同期とかがすごいいっぱいいて、ダメ出しをねしてくれるじゃないですか。ここが良くないとか、もっとこうした方がいいとか、まあ、たまに怒られたりとか
そんな全然音楽じゃねえみたいな感じで言われたりとかあるんで、それでそのすっごい練習して上達していくんですけど、学校卒業するとですね、そういうのがあんまりないんですよね。ダメ出しされることが。やっぱ学校にいる時ほどダメ出しを食らうことがないんで、修行の場が減るんですよね。で、なんかもっと修行の場が欲しいなって思ったのが YouTube で、なんか自分が演奏したやつをこう撮って、まず撮るのもまず練習になるんですよね、僕の中では。このカメラ回して、じゃあマイク立てて、それで、じゃあレコーディングしますよみたいな感じになった時に、やっぱり普段の練習の時と違ってちょっと緊張するんですよ。で、その緊張状態の中でもなるべく自分の持てる力を出したいなと思って、で、なおかつこの YouTube に上げると自分も後々見れるじゃないですか。で、不特定多数の人から見てもらって、なんかこうコメントもらったりすると、それも練習になりますし。ということで、まあ、YouTube に上げ始めたんですよね。そこが YouTube を始めたきっかけなんですけど、なんで YouTube 始めるまでは、全然ソロギターとかそんなにやってないんですよ、本格的に。なんでやってたのは、最初の1年間のクラシックギターの基礎練習と、専門学校に入って、まあその歌の伴奏としてアルペジオやってただけなんですけど、でもまあそこそこソロギターじゃやろうってなったら弾けたわけですよね。で、結論ですよ。何が大事かっていうと、結局ソロギターやる人って割とソロギターだけやる人が多いんですよね。そのソロギタリストのコピーとか、なんかそのソロギターの譜面とか、もちろんそれめちゃめちゃ大事なんですけどね。それやるのもめちゃめちゃ大事なんですけど、もっとね、いろんなことやった方がいいと思います、僕は。例えば、さっき言ったように、その歌の伴奏としてのバッキングの練習。で、僕はずっとエレキやってたんでわかるんですけど、その、ソロギターじゃないです。ギターソロ。間奏のギターソロとか、あと例えばその、インストルメンタルで、歌のメロディーをそのギターで弾いたりとか、メロディーを弾く練習ですよね。もうめちゃめちゃ大事ですし。で、指弾きしたい人ってね、ストロークをすごい、このピック持ってジャカジャカ嫌がる傾向の人が結構多いんですけど、できるんだったらストロークの練習もした方がいいと思います。その、リズムの練習にもなるし、ソロギターの中でそのネイルアタックとかも入ってきたりとか、ストロークが混ざるソロギターも入ってくるんで、やっぱりね、ストロークもできた方が全然いいと思います。あとやっぱりスケール練習ですよね。指が動くようになったりとかするんで。なんでね、結論、ソロギターだけじゃなくて、いろいろやった方が多分、結果ソロギターもね、レベルアップすると思うんですよね。で、実際そのソロギターの、まあ、上手い人とか、まあ、僕もそんなにあんまり、ソロギタリストとか詳しくないんですけど、まあ、有名どころで言うと、トミー・エマニュエルとかは、エレキも弾けるじゃないですか。で、アドリブソロもできるし、なんかバッキングも上手いし、で、結局要は、行き着くところは一緒なんですよね。だから、エレキめちゃめちゃもう、めちゃめちゃエレキ練習しても、めちゃめちゃうまいですみたいな人は、アコギ弾かせても絶対うまいですし、で、アコギめちゃめちゃ極めましたみたいな人は、エレキ弾かせてもうまいと思うんですよね。だから結局、行き着くとこ一緒なんで、どうせやるんだったら、なんかいろいろやった方が楽しいし、勉強になるんじゃないかなと僕は思います。まあ、分けて考えてみると分かるんですけど、ソロギターってバッキングとメロディー両方弾かないといけないんですけど、結構ね、多いのが、そのソロギターとして、そのソロギターの曲は弾けるんだけど、別々でバッキングとか、別々でじゃあメロディーだけ弾いてくださいって言われたら、できない人結構多いんですよね。でも本来ソロギターってその、バッキングもちゃんとできて、メロディーもちゃんとできてから、その、まあ、ソロギターに移行するのかな。まあ、ソロギターってだって、バッキングもメロディーも両方できてないといけないんで、少なくとも別々でできた方がいいと思うんですよね。バッキングもできるし、メロディーもできるよと。で、じゃあ一緒に一人でやってみようってなったのがソロギターなんで、僕は別々にできた方がいいと思うんで。